皆さんこんにちは、サンヨミです。さて今日も算数の問題を解いていきたいんですけれども、今日の問題はこちらです。右の図のような直方体があります。あの面積が54、いの面積が216、うの面積が144とします。直方体の体積を求めなさいという問題を解説していきたいと思います。一度ね、止めてやってほしいかなと思っております。はい、それでは解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて直方体の体積なんですけれども、体積の求め方、底面積×高さ、もしくは縦×横×高さでもいいですよね。まあどちらでも同じ意味になります。今回縦横高さ、まあどれが縦でどれが横でどれが高さなんか、まあどうでもよくて、3種類の長さをとりあえず ABC と置いて全部求めていきたいと思います。はい、それではやっていきます。まずあに関しての、まあここね、縦と横ですよね。まずはこれを A と B と置かせてもらいます。直方体って長さ3種類しかないです。例えばこの A っていう横の長さは 1,2,3,4 みたいな感じでね、で B は縦は 1,2,3,4 全部4本ずつです、種類としてはね。だから A がまあ4本、横が4本、縦が4本で、奥行きですよね、奥のところが、まあ、高さに当たる部分が4本というような感じで3種類しかない。それを ABC と置かせてもらいました。じゃあ、あの面積、このね、面積を活用していかないといけませんので、まずは A と B の長さを使って、A×B が54。はい、という式が成り立ちます。他にも E に関しては A×C。A×C が216であり、U に関しては C×B、まあ B×C、はい、が144という式が成り立ちます。まあ、あとはね、もう正直ね、当てはめでもまあ、なんとかなりそうかなと、答えが整数であればね、なんとかなりそうなんですけれども、やはりパンっていうふうに、答えを決めたいですよね。一発で答えを決めたい。そこで、A×B が54になるような A と B っていっぱいあるじゃないですか。いっぱいあったら、まあ、定められない。まあ、A と C もそうですよね。まあ、そこで、まあ、公約数取ったり、いろんな考え方があるんですけれども、一発で決める、掛け算式が一発で決める式っていうのがあるんですよね。例えばこんな式、D×D が、144だった時ね、D×D が144であれば、これ一発で 12×12 っていう風に出せますよね。だ記号が何種類かあったら、まあ複数の答えがあるんですけど、1種類にしてあげれば答えって一つに定まるんですよね。だからそれをちょっと利用して問題をちょっと解いていきたいと思います。で、そこでちょっとした工夫が必要になります。まずは AB と AC を思い切って掛け算しちゃいましょう。ただしちょっとこの掛け算めんどくさいので記号で掛け算したいと思います。AB、まああえてちょっと括弧しますね。AB の54と記号で AC の216を掛け算すると、まあえらいでっかい数字になります。出てくる答えは A×A×B×C です。ただそれをここの一つ B×C で割ってはいかがでしょうか。 B×C で割ると何がいいかっていうと、 B が約分され、 C が約分されるので A×A が残るんですよね。 A×A が残る、同じ数が残るので、さっきみたいな形で一発で決めることができるんです。だからこれの計算式ちょっと書いてみますね。 A×B が54、はい、A×C が216を B×C で割ると、144で割ると A×A、 これの答えが A×A になるはずですから、 A が定まるということになります。あとやってみましょう。約分です。はい、というわけでこれ計算すると81になります。これの答えがA×A になってるわけだから、もう A お分かりですよね。 A イコールクク81になりますので、 A イコール9となります。一つの答えが分かれば残りはもう自動的に出るようになってます。 A がこれ9であれば、B が6、A が9であれば C が9、28の9、24。あとは、ここは出てきた答え確かめましょうね。6×24 で、6、7、26、12、144になってると。はい。というわけで、ABC 全部分かったわけです。まとめておくと、A イコール9、B イコール6、
c イコール24っていうのがわかります。あとはこれ全部掛け算してしまえば、縦かける横かける高さで体積が出るということになります。はい、というわけで答え、9×6×24。 はい、というわけで答え1296立方センチメートルが正解になります。今 a×b、 a×c を掛け算して b×c で割りましたけど、これ a×b、 b×c をかけて ac で割ってもいいですからね。その場合 b×b が残りますから。他にも a×c と b×c をして a×b で割ると c×c が残りますので、このタイプの問題が出てきたら、何か2つはかけてもう1つは割り算することによって答えが1通りに定まってきますので、結構便利なやり方だと思います。受験生の難関校を受ける方はこれは必須ということになります。はい、というわけでこのやり方が良ければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。本日は以上です。ありがとうございました。